さあやっていきましょう。もしも清宮が4番を打ち続けたらどうなってしまうのかシリーズの3年目。なんか適当な入りしちゃったな。まあいいか。もし清の5月号です。もう5月の最後にやってるよ。間に合うかな。5月中に間に合うかどうかはかなり微妙なところです。やっていきましょう。前回大砲を取りましたね。大砲っていうか大王がね、日ハムに、こと日ハムに至っては大王が活躍してます。大砲じゃなくて大王がね。清宮はすっかり名前を聞かない。そして下位に沈みまくってる日ハム。あ、別に清宮がね、ちょっと今遅延した。パソコンがちょっと重たいですね。パソコンの重たさが焼き付くの方とか OBS の方にも影響を及ぼしてる。清宮がね出てこないしね、ハムは下位に沈むしね、語ることはない。ただ交流戦が始まりましたね。交流戦がね、山本投げさすかな。清水が調子いいね。2勝したって。まあいいでしょう。強いな。とにかく強いな、うちのチームは。うちのハムはただ強いな。エンコードは高負荷ですっていう、下に表示が出てる、下に。OBS の下に表示が出てる。見てるけどね、プロ野球は。見てるけど、ハムの試合はあんまり見てないな。大丈夫かな。日ハムファンっていうのがはばかられるかな。大物外人が、オーガスト！オーガストか。オーガストは別にいいや。あの、ガーネットかと思う。オーガスト、でも、オーガストどんな選手だっけ？オーガスト、ちょっとオーガスト気になる。オーガスト見よう、オーガスト。オーガスト見ると同時に。年俸見よう、年俸。3億、契約できますね。28歳だし。ちょっとオーガスト見させて、オーガスト。こんな。いや、いかにもやりそうな顔してやがる。オーガストは、オーストラリア出身の選手はいいんですよ、焼き付くにおいてはね。あ、早熟普通。あ、微妙だな。トレードの駒にはなるかもしれんけど。いや、微妙だな。オーガストか。CB みたいな。コーダとチョーダは C だね。で、キャッチャーとしての才能は素晴らしい。まあ、野口の方が、まあ、現状野口の方がいいし、1年後には相川の方がいいかなっていう感じね。そういう感じ。微妙。オーガスト微妙だな。オーガスト微妙だな。まだ見に来ちゃった。この辺の選手で欲しいのいないかな。電信。現在32人、投手15人、野手17人。いっぱいいっぱいだよ。トレードでなんか取ってもいい、選手取ってもいいかもしれんけどね。取ってもいいかもしれんけど、ねえ。ねえ。勇気を下で育ててるけど。パンパンだよな。ホバンドはもう、すげえ絶好調。ホバンドは、どうなんだろう。最後のトレーニングしてないかな。おっと、東手が帰ってきたのに練習させてない。どうしよう。超だ、こうだな。癒してこうだ。
よう見ると微妙な選手だな。よく見ると微妙な選手。でも体力でいいかな。体力だな、これは。これは体力だな。ここにもう一人キャッチャーを入れてもいいような気もするけどね。この、こことここのつなぎの間に。なんとも言えない。おー、ガストかー。3億出してまで欲しい選手かと言われるとちょっと微妙だよな。福森多分勝てるね。福森、そして関根、中継ぎ陣すごいな。なんかすごい適当に投げさせられてるな、中継ぎ陣で。岩本がベシッとこう、うおっ、おっ、20本のヒットで8回に打線が爆発してる。いやー、すげえな。ここすごいな。ここすごいな。これは今シーズン優勝したでしょ、うちのチーム。焼き付けをもう長く続けるともうダメだな。余裕になっちゃうもん。余裕になっちゃうもん。おバンドがもう止められない。やめられない、止まらない。バンド、おバンド状態。ウェーイ。ウェーイ。デンとかシンとかあの辺の外野手どうなんだ。金もあるしな。金もあるし、今のうち設備に投資を。投資をスッとしていった方がいい気もする。なあ、誰。不調のやつ多いな。特に藤井とか不調だな。いや、負けてこい。うほっ。なんで勝てるんだ、これで。で、不調の矢野が。なんで勝てるんだ。わからんなあ。なんで勝ってんかわからんな。で、切れ投げさせて、あ、ミラバル。うちのチームほんま抑えだけ、あと抑えだけピシッとしたらもう多分もう手に負えないぞ、うちのチーム。こう、うちのハムは6億あるな。ちょっと球場、なんか球場かな、経営面で少し手を加えた方がいい気がする。サイドビジネスか。施設でスタジアムを少し大きくかな。6億。同地区。1ヶ月で12億円は高いな。12億円は高いな。どうしよう。間違えた。間違えたついでに天然芝、注意しとくか。天然芝はまあ、直せるときに直しときゃいい。選手の怪我がね、怪我が少し。ドクター設備とか。まだ早いな。あ、5億。5億か。いや、買えない。5億9000万円の所持金で5億のものは買えない。まあ、買うとしたら、サイドビジネスで、グッズショップを作っとくかなっていうぐらいかな。うん、2億だよな。2億で建てては、売るみたいな感じだっていうよね。やっぱその、月末の決算でね、決済でね、お金が足りないっていう時に、それでもギリギリ首の皮1枚つなげるために作っとくのが
よしとされてね。これ今気づいたけど、ちょっと左が切れてる。そうでもないか。左が切れてる気がするんだけど、どうだろう。画面の左が切れてる気がする。藤井はまあまあまあだな。堀田が頑張ってるな。ピンチ D なのにな。で、最後は、岩本がベシャッと。強えな。この月全然負けないぞ。ほぼほぼ負けてない。ミラバルが1個負けたぐらいだ。ミラバル。28勝7敗。勝率8割。もう手に負えんな。打率の松井、これどっちだ？松井和夫かな？松井秀喜かな？ 4 割8分6厘なんだが。テレンス。テテレテレレテレレレテ。ちょっとスカウトの方を、新人のスカウトの方をもう少し探索をどうにかした方がいいかもしれない。外野手かな。投手、内野手。このパッとしないメンツ。中。ちょっと外野手をちょっとピックアップしてもらおう。この人どこが好きなんっけ？関東。投手野手のこだわり少ない。関東で何でも打ち返す。高打系で足も速いやつ。まあ、ホームランでござん。この検索がオア検索なのか、アンド検索なのか分からず、毎回どう設定していいのかよく分からないなって感じです。オアなのか、アンドなのか。毎回満員だからちょっと給料上げた方がいいかもしれないですね。今日は昭和で投げてもらおう。清水3勝だな。ガンちゃんを先に。ガンちゃんはすげえな。ちゃんと勝ってるな、今年は。すっご。清宮9号。ダメだ、今年めっちゃ強いわ。何があった？全然負けない。全然負けない。7連勝。おお、もうできた。へへ。一人も取ってくれたね。外人も一人取ってる。ちょっと外人誰が取ったのか見てみましょう。ディンゴのような気がするな。ディンゴのような気がするな。ディンゴって、これ中日のディンゴかな？中日のディンゴじゃないかな？ひょっとすると。中日にディンゴっていう選手がいたような気がするんですよ。確かこの野球作りは。中日のディンゴでは？あ、中日のディンゴっすね。いるかな？いるっちゃいるな。あ、どうしよう。気になるな。取ろうかな？取ってなんとなく育成しようかな。あ、誰か行こう。ディンゴ欲しい。いや、欲しいかな。うわー、微妙だ。欲しいかな。ディンゴ欲しいかな。ダメだ、わかんない。誰かトレード出して、ディンゴ。2週間。
枠開けてディンゴ。いや、いらないよ。いらない、いらない。いらない。ちょっと迷ったけど。うん。いらない、いらない。いらない、いらない、いらない、いらない。いらない、いらない。ディンゴいらない。可能。いや、これはいいな。絶対早熟だけどな。この顔は、力説タイプ。ダメだ。可能。あ、いや、可能、誰だ？見たことねえぞ。ちょっとチケット代をあげましょう。チケット代を3、4000、高いな。チケット代4000は高えな。やっぱ球場を拡大、拡張した方がいいような気がする。6勝負けなしの福森。この辺で負けが、一つぐらいはあった方が、あった方がいい。いや、まあ、山本勝つね。そして、関根。セーブはこの強いね。可能、いました。普通早め。これはね、こうだ、CD だったね。CD。うん。よし、じゃあ、ここで、これ終わったら、この試合見たら、今月号終わりにしよう。うん。6月入っちゃうんだよね。6月入っちゃったの動画でやります。関根の調子が良いので、岩本だ。岩本の調子が良いので、岩本って言おうとして、岩本負けてる。藤井を投げさせたいな。でも福森も調子いいな。藤井を投げさせておいて、さすがに人が入ってないぞ。この試合見ましょう。ちょっと清宮の調子が悪いな。平下の調子が悪いな。キャッチャー野口よりも、野口よりも相川使った方がいいな、もう、もはや。変えようかな。田中健介と、同じショートストップだから、東で。いやー。今日は東で使ってみよう。さあ、見てみましょう。月に1回の楽しみ。ヤクツクの試合を観戦する。いいと思いますよ。まあ、現実プロ野球の方はね、ちょっとね。まあ、阪神がね、見てて楽しい、今は。ね。そう思いませんか。佐藤輝明もそうだけど、ロハスジュニアとかもなかなか、趣があってよろしい。やっぱ阪神面白いな、やっぱりな。一番初めに阪神見始めた、野球見始めた頃は阪神ファンだったような気がする。まあ、もともと新庄の大ファンだからね。新庄のファンだったから日ハムファンになってるっていうところもあるだろう。もともとは阪神ファンだったんですよ。別に阪神アンチになってるというそういうわけではないんだけど、ただ日ハムファンであるだけで、阪神ファンを名乗ってないだけっていう感じもしてる。結構阪神はね、気にかけて見てしまう。強い見る必要がね、めちゃくそ強い。まあ、清宮の打席を見ましょうか。矢野がいいのかね、監督としてね。ちょっとロハス使ってるのは謎だけども。あれもガンケルが上がってくるまでの、なんかこう、もう最後通告みたいな感じで使ってるのかな。韓国で MVP 取ってもなんか。まあ。お、フィルダースチョイスですね。韓国でバカスカ打った選手って日本であんまり活躍しないイメージがある。
韓国の、韓国のなんたらみたいなね。顔固まっちゃった。韓国のイチローみたいなね。この時代もリジョンボムとかいるけどね。韓国のイチローもなんか、昔から何人かいるけど、そういうのも活躍したイメージがあんまないよね。イ・ビョンホンかな。ビョンホンもあんまりだったしね。相川起用がピタリ。もう終わりだよ、この試合。バカ勝ちだ。見なくてもいいかもしれないもん。まあ、試合はやっぱ拮抗してるのが面白いよ。こんなに勝っちゃうとダメだ。こうなるとサムネに困るよね。どういうサムネ上げていいかな。どんなサムネすればいいかな。文字ベタベタ貼るにしても貼りようがないみたいな感じになっちゃう。キヨミ打ってますね。バンド閉鎖。ヴィンセントが8番打ってる。うん。まあ、一番打てないから8番置いてると思うけどね。うん。DH があるからね。と思うけど。そういえば、門倉が、なんか失踪してるとかいうニュースが、最近、まことしやかに、南中で囁かれてる。門倉コーチが。この時の門倉は、近鉄だよね、まだね。2割9。今日は何かは調子いいんじゃない？三振です。逃がして走らそう。ふくもりどこまで投げさせようかな。5回まで。ふくもり5回までにしよう。多少5点ぐらい取られても全然平気。アウト。おお、小笠原から三振よ。清宮の打席注目。なんか打ってるな。なんか打ってるな。現実の清宮出てきてないけどね。全然出てきてないけど。まあハムのちょっと得点力のなさは深刻すぎてな。チーム打率が2割2分3厘ぐらいじゃなかったかな今。うん。バッティングコーチが悪いんじゃないかな。ハムの小笠原だけど。ファッキューガッツ。ファッキューカスだもん。ガッツじゃない。今の小笠原ガッツじゃない。ガッツだもん。金玉だ、金玉。ダメかな？もしかしたら今の悪口になるかもしれない。相性なんだけど。相性ってことはないな。ランナースタート。なんか味方になった小笠原があんまり強くない剣についてみたいな状況だ。ちょっとこれやっぱ左切れてますね、映像がね。うん、見ながら調節する？ちょっとしてみるか。できるかな？フィルターで、多分、クロップがうまくいってないんだよね。左がね。こうだ。ここですね。右のクロップも？右も結構クロップしすぎてた感じがする。上は？上は？下はどうなんだ？
下も結構。いつこの設定にしたんだろうな。結構、絵面が。変なことになってる？見送ってボーン。変なことになってるわ。投げた。外れまして、カウントノースリー。これはこれでいいか。これはこれでいって。これで今。投げた。打ち上げた。これで今3対4になってるかな。まあ、おおむね3対4かな。はい。ちょ、調整してました。はい。だいぶ見やすくなったね。だいぶ見やすくなったけど、こんな下空いてたかなっていう。下空いてたかな。上下ちょっと空きすぎ？わかんない。配信じゃないのに。動画なのに動画中でいろいろ変えちゃって。あ、ちょっと変えましょう。うちの中継ぎ桜井。今のアウトにするのすごいな。よし、桜井ランナー返すね。返しちゃうね。うん。川口。まあ、よし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 、素晴らしい素晴らしい。おお、ちゃんと火消ししてるじゃない。偉い偉い。うん、金子が結構塁に出てくれてますね。金子が走って、バンと。ツーアウトからバントってことはないわ。バントが頭おかしい。ツーアウトからバントは。でも野球つくでは意外と効く戦法だったです。意外と使える戦法だったです。でも左の足の速いバッターは、バントでかなり出塁できるから、この野球つくにおいては。桜井打たれてますね。まあ、抑えてるからいいか。試合が若干動いてる。前川。ああ。小笠原盗塁。ランナースタート。ボールが決まってチャンスがさらに広がります。余裕の試合をしてる、試合運びだね。つまりなんとか出塁してほしい。ストライク、見送った。さあ清宮だ。ツーアウト、二塁三塁。カウントはノーストライクツーボール、ノーストライクスリーボールですね。打ってもいいよ、4番だから。打ってほしかった。ここ大事。でもいい成績だな。2割5分クリーンぐらい、ちょうどいい。イエーイ。すげえ打球だったな。音がすごい。そんな焼き付くの打球音にそんなにいろんな種類があるとは思えないけど、すげえ音だったような気がした。清宮いいですね。
ちゃんと活躍してますね。なあ、桜井が打たれてるっていうか、いつまで桜井投げさすね。これね、原田。なぜか吉岡に対して原田。よし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 。9回誰じゃないですかね、9回。しました。相川。まあこんなもんだな。立山かな。なんで立山抑えられないんだろう。これだぞ。これだけの変化球がありながら防御率 6.75。 ここでピッチャー交代です。そんなことってある。なんなら立山抑えていっていいぐらいだと思うんだけどな。能力値的にはもう抑えいっていいぐらいだと思うんだけどな。なんでこんなに立山を抑えられないのかがわからない。例えばね、メジャーに渡ったこともあってか、結構、現役引退後も露出が多い選手ではありますよね。この時期のハムの選手だったら、まあ、岩本とガンちゃんと立山は結構、テレビを含め露出が多い気がする。この時代の、まあ、パッとしなくもないぐらいの時代の、ね、ハムは暗黒期終わり際の選手。逆に田中幸雄とか全然出てこないもんね、テレビとかね。そういう違いがよくわかんない。何が違うのか。ピッチャーの方が出てくる感じかな。でも里崎とかも出てくるもんね、テレビにね。ピッチャーじゃないもん。その、メディアに出てくる野球 OB との、現役時代の成績とも関係ないよね。ちょっとね。メディアに出てくる選手との違いがよくわからない。やっぱ喋りとか上手かったり上手くなかったりするのかね。投げた。すげえな、この岡崎。打率1割1分5厘。この1割1分5厘の岡崎よりもロハスの方が打ってないからね。ロハスジュニア。なんでノースリーとかにしちゃうんだ、立山。シンカーでいいと思う、シンカーでいいよ、シンカーで。投げた。完勝だ。完勝がすぎる。いやー、あまり面白くない試合でしたね。ハラハラかな。ハラハラ、ドキドキがなかった。この1億ね。入場料4000円が。3000なんかな。誰だろう。原田。ミラバルか。ミラバルが何を訴えるんだ俺に。間違った。最近ふと考えることがあります。この球団に来たことは間違っていたのではないかと。他の球団の方が野球を楽しくできたかのように思えてなりません。今ユニフォームを着ることすら辛く感じきました。あえて突き放す。自分で正解を見つけるしかないな。ミラバルかな。なんつうか、その思った通りの成績を残してないよね、ミラバルね。こちらが思う成績を残してない。防御率3点台でいいから。
あまり負けないで、勝ってほしい。もうちゃんと抑えてほしい。そういう気持ち。でも現実は、防御率5点台。防御率5点台はひどいよ。しかもまだ、こんだけ勝ってるチームにあって、ね、セーブ数5。いやー、何がダメなんだろうなー、ミラバルなー。すげえな、9位。バカ9位だな。バカ9位だな。もう上げなくていいんじゃないか、9位。こんだけの9位があって逆に抑えられないんだから、9位トレーニング間違っとったってことだよ、今は。ポッカとかもいいね。いいね。いや、どうなんだろうな。体力トレーニングしてるけど。体力しかない。まあ、9位がパス。ちょっと9位のトレーニングに切り替えていくかな。矢野9位。これが一番ね、焼き付くでこれやって見てる瞬間が一番楽しいからね。こればっかりは。こうやってこの、選手を育成してる瞬間が一番楽しいから。清水は、スライダーを上げていきたいんだけど、まあ、スライダーは指導にはなってるけど、米田がスライダーの指導が上手かったかどうかはちょっと微妙なとこで。確かそんなにだった気がするんだよね。この二人はそろそろ引退も視野に入れて、行かないと。全然みんな悪くないよ。みんないい。みんな違ってみんないい。フロスト、買い殺しだよな。はっきり言って。はっきり言って買い殺しだよな。DH で使えばそれなりにいいと思うけど。はい、ほう。田中健介、守備にしてんのか。こんなもんかな。守備かな。田中健介守備するやったら東でも守備にした方がいいような気もするか。田中健介打撃にして東出を守備にしよう。一時的にね。やっぱ守備 C は低すぎ。飛距離もね、まあ、飛距離はしゃあないな。コーダがあまりにも低いから。でも守備も上げたいな。守り勝つ野球が見たいよ、本当は。犠牲になってる。我がチームの犠牲の犠牲になってる。石本が他の能力も上げずひたすら総力練習だけ。もうこういう選手のおかげで勝ってるんだよな。この野球つくのこの育成のパートだけ延々見れるからな。これだけ見ながらずっと楽しむっていうのが野球つくの醍醐味な気がする。試合パートよりもなんならこっちの方が楽しいかな。これ眺めてるのが一番楽しい。人を育成する楽しさ。それ野球つくには。相川思ったほど育たない。スライダーがあんまり伸びないな。ねえ。スライダーがちょっと良くなかったかもしれない。原田もそうだけど。フォークはすごく伸びるんだけど。スライダーの育成ちょっと、いたかもしれんな。夜だわな。よし、じゃあ今日はこんなところにしましょう。ちょっと終わりがね。
終わりがダラダラっとしちゃったからよ。こんな感じにしましょう。まあ、次、来年、来月。1ヶ月後にまた、ポコンと上げるでしょう。伸びるとか伸びないじゃなく、動画が伸びるとか伸びないじゃなく、とりあえず、ちゃんと毎月上げるということも、あ、もう、日付が変わって6月になっちゃった。上がるの6月だ。よくないね。5月中に上げなくちゃね。ちゃんと5月に上げるように、次から頑張ります。心がけます。ほんなまた。